こんにちは、新川崎雲山堂の青地直樹です。東京都千代田区の皆様に仏壇処分時の仏像や位牌などの供養についてご説明いたします。私たちが仏壇の前に座り手を合わせるとき、仏壇そのものに対して手を合わせているわけではないですし、もちろん香炉やろうそく立てや花立てなどの仏具に対して手を合わせているわけでもありません。では何に対して手を合わせているのかと言いますと、仏壇の中にお祀りしている仏様、つまり仏像、また掛け軸、掛け軸の中には仏様の絵が描かれていたり文字が描かれているものもあります。またご先祖様や個人の方に対してお位牌や過去帳、こちらを通してご先祖様や個人の方に対して私たちは手を合わせております。当店ではこのような仏像、掛け軸、位牌、過去帳は礼拝対象物として特別に取り扱い、魂抜きとかお正抜きとも言われている平原供養を行った後、お焚き上げの代行として専用の焼却炉によって焼却し処理を執り行っております。ありがとうございます。